条件を飲まなければ私たちにバスターコールがかかる。青木地のその名を聞いた時に観念したわ。私が今まで20年どんな状況でも逃げ延びてこられたのは守るものがなかったから。人を裏切り盾にできたから。でも今の私には本当にそれができない。一度捨てた命も失った心も途絶えた夢もみんな救い上げてくれる。こんな私を信じてくれる仲間ができた。じゃあお前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器を呼び起こし世界がどうなろうと構われてるか。構わない。バカな考えはやめろ。引き金を引けなかった。